ブリダは、アルジェリアの都市。人口26万5千人。ブリダ県の県都であり、首都アルジェから南西に45キロメートルの地点に位置する。標高190メートルに地点にあり、ミティジャ平原の南端、テルアトラス山脈の麓に位置する。町は、地ハ峡谷から流れてくるエドエルケビアの右岸に位置する。この峡谷の豊富な水は、 町の周辺の小麦畑や工場に水を供給し、また町中に、いくつもある噴水や庭園にも水をもたらしている。ブリダは、高い城壁に囲まれ、6つの門からのみ行き来ができる。近くのファ渓谷には絶滅危惧種である、バーバリーマカクのコロニーがあるが、これはもはや数カ所しか残っていない、コロニーの一つである。ブリダの新市街はフランスによって建設され、近代的な区画に、 多くのアーケードやモスク、教会、弊社に、軍病院が建っている。中心である D ・アーマプレイスは、アーケードのついた家と木々に囲まれている。ブリダは、肥沃な平原に位置し、また主要道路の沿線に位置するため、特にオレンジや小麦の集散地として栄えている。周辺には5万本以上のオレンジの木が植えられており、4月になると、町は、オレンジの花に囲まれる。 公園の中には巨大なオリーブの木があり、周辺に広がるコルクと杉の森林は、町の重要な産業の一つとなっている。この町は、ローマ帝国時代には、その支配下にあり、軍事基地が置かれていたものの、ブリダの町が建設されたのは16世紀に、シディー・アーメドエル・ケビアの手によってだった。バルバロス・ハイレッディンによって、町に、モスクが建設され、 オスマン帝国の統治下で他にも重要な建設がなされた。1825年には地震で荒廃したものの速やかに再建された。ありがとうございます。